はい、どうもコミです。さて本日はこちらの関西クラクラクラブからですねお届けしていきたいというふうに思うんですけども、ですね、本日ちょっと空攻めに関してまとめをやっていこうかなというふうに思っています。で、ちょっと本題に入る前になんですけども、私のチャンネル、こんなような形でですねクラン対戦の動画というのを中心に扱っていきたいなというふうに思ってます。まあクランにいて対戦に出て星3、前回ですね取れるかどうかってやっぱ結構大きな、モチベーションにも関わる部分だと思うんですけども、そこでこう悩んでらっしゃる方がもしいらっしゃったら、この動画がぜひねそのヒントになればいいなというふうに思ってやっておりますんで、ぜひご覧いただいてですね、あ、これいいなと思ったらグッドボタン、またチャンネル登録まだの方はぜひしてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。というところで、本題いってみましょう。ですね、今日合計5本いきたいと思ってるんですけども、まずはですね、一番オーソドックスと言えるやつかなから見ていこうかなというふうに思います。ですね、皆さん、ソロの攻めって言ったら何が浮かぶかって言ったら、大体ドラゴンかラバルどっちかですよね。で、ラバルをやる場合っていうのは、今やっぱりですね、このライトニングを使った天才ラバルと言われるのが、結構、流行りがちなところがあります。流行りがちってなんか言い方悪いな。流行っているっていう感じですね。で、もう一個ね、突撃艦の中にスパビズを入れて、突撃艦スパビズからのラバルっていうのもあるんですけども、ちょっと今回は、割とオーソドックスな、ライトニングからのですね、ラバルを見ていこうと思います。で、今回の、ラバルをする上で注意するユニットっていうのは、相手のアーチャークイーン、あと防衛援軍ですね、もう一個ロイヤルチャンピオン。この3つっていうのは、バルーンが、処理できない、防衛なので、これしっかりと、叩いておく必要があります。これを、ヒーローパートでなるべく叩いておくってことですね。今回だと、ライトニングを使ってここ、相手のアーチャークイーンを、倒しています。で、さらに防衛援軍は、キングでタギを取ってからのアーチャークイーンが、倒すという格好ですね。で、それをしながら、ライトニングで投石機も1本打ってます。この投石機は結構ですね、折っておく超重要施設ですね。バルーンがまとめて一気に落とされるんで、なるべくこのヒーローパート、ライトニングを含めたヒーローパートで折っておきたい、主要な防衛施設になります。で、ロイヤルチャンピオン今回残っちゃっていますね、ここに。なんですけども、このためにストライカーを持ってきていっています。で、このストライカーでもって、処理をするんですけども、どんな風にするかっていうと、ラバハンドとバルーンまず展開していって、で、グランドウォーデン出しますね。で、グランドウォーデンのエターナルトームが、この後、ストライカーにかかっていくっていうところをちょっと見逃さずに見てほしいなというふうに思います。で、ちょっといやらしいこの投石機に対しては、しっかりロックボマンを当てていくっていう感じですね。で、ここら辺で入ってきましたね。ストライカー出てきて、このストライカーが、トームに入って、はい、このままバルーンたちと一緒にトームかかった状態で、ロイヤルチャンピオンを削っていきます。こんな風に。で、これで処理するんですね。こんな風にできないと、結構事故に繋がります。で、最後、タウンホールに関しては、破壊率がもう 50% 超えるところで、タウンホールに当たりますので、しっかりと、ヘイストからの、フリーズからのヘイストですかね。でもって処理していくという感じですね。で、やっぱりですね、トームを使うタイミングが、このロイヤルチャンピオンになっちゃってるので、アンゴールの爆破ダメージをバルーンがもろに食らっちゃうんですね。そこがちょっと苦しいところでしたが、今回の場合は、ロックボマー持っていってますので、このロックボマーが爆破ダメージに耐えて、そこから先の破壊頑張ってくれてますね。で、ロックボマーそろそろ壊れるなっていうタイミングでのこのヘイスト、先打ちのヘイストうまいですね。しっかりと、ウィズ島から大砲からだったかな。で、インフェルノという風に向かっていって、全部防衛を壊して、あとは、回収という感じになります。これがオーソドックスなソラーですね。一つ、一番最初にやっぱりソラーって言って思い浮かぶのは、自分はラバルかなっていう気がしますね。もうソラーの代名詞です。やっぱり、やるためには、さっき言った相手の防衛軍、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンですね。この3つっていうのは、タウンホール13しか置いちゃいませんけども、12以下でも防衛軍と相手のアーチャークイーン、これはもう処理マストになってきますので、どう処理するかしっかり考えながら臨む必要があるというところですね。で、それをしながらいかにバルーンのルートを作るか、この2つがしっかり組み合わさると、こんな形で綺麗に決まっていくかなというふうに思います。で、もう1個見ていきたいのはですね、最近すごい流行ってるのが、なんかインドラが流行ってるんですね、インドラ。これはハッシーさんが使っているインドラ攻めです。で、本来このインドラ攻めっていうのは、スケルトンの呪文をいっぱい持っていって、相手の投石機とかのターゲットをスケルトンで取っていくというパターンが割と主流なんですけども、今回ハッシーさんは、レイジヒールを積みながら攻めていってますね。で、そのターゲットを取るスケルトンの代わりに、フリーズの呪文を積んでいってます。
まあまあ、あのスケートの方がですね、しっかり決まればよりフリーズよりも長い時間ターゲット取り続けてくれるんで、まあ、効果は結構あるんですね。なんですけども、しっかりと止めたい施設が、密集している場合、例えばこんな風に、投石機、クロス棒があってさらにタウンホールがあったりとか、まあ、してる場合っていうのは、フリーズの方がまとめて凍らせられるっていうメリットはあるかもしれないですね。で、今回のこのハッシーさんの攻め、なんでこんな風にいってるのかっていう話なんですけど、まあ、インドラをする場合って個人的には最終区画にあのインフェルノタワーとかイーグル砲とか対空砲とか結構あの空の天敵になる防衛がある場合にはインドラなのかなっていう風に思ってます。まあ、この判断結構難しいんですけどね。インフェルノドラゴンってそのレイジがそんなにいらないじゃないですか。なのでその特徴を利用して最終区画に、まで、レイジを温存テストも先に使っていってしまいながら、あとはもう、インドラの余力で壊していくみたいな、そんな感じの攻め方ができるというところですね。こういうところも結構こだわってますよね。バルーンをしっかり対空砲に当てていくっていう、ラバを1体使って対空砲に当てて、さらにこのシングルインフェルノもバルーンで壊していくということをすることによって、このインドラがだいぶですね、やられてないんですね。まあ、インドラがやっぱりやられちゃう要素っていうのは、対空砲、シングルインフェルノ、この辺っていうのが結構、効いてくるので、ここのターゲットをしっかりと、ラバーで取ってあげながらバルーンで潰す。ないしはロイヤルチャンピオンで序盤をですね、潰していく、こういうとこですね。っていうのをやっているのが、すごく、まあ、印象的だったかな。最終的にはこの、対空砲と、あと、なんだ、イーグル砲をきっちりとインドラで折り切って、全キャプテン持っていくという感じですね。インドラの火力がすごいんですよね。どん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 こう減っていくじゃないですか。めちゃくちゃ火力が高いんで、タンホールなんかもあっという間に処理してくれちゃいます。で、今回ね、この攻め、ちょっとまあ個人的に思ったのは、ちょっと流さずにいきますね。ロイちゃんでここを削りますよね。で、まあ、こんな風に大きく L 字を作っていくんですけども、だいぶ広いじゃないですか。なんで、インドラをこの面からまず出していく。まあ、こんな風にですね。向かわせていくっていうパターンで攻めてるんですけども、これをしながら、上方面から敵にこうインドラを追加してるんですね。タウンホール9で、なんだ、ゴレホークやった方は、よく馴染みがあるかもしれないんですけども、いわゆるサージカル的に出すってやつですね。主力のインドラはこの大きな矢印なんです。こいつらがはみ出ないようにしっかりこう、下の方にこう向かっていくように、上からこう、インドラを重ねていって、そっちにこう追い込んでいくっていうんです。こっちにどんどんこう追い込んでいく。まあ、こんなような攻め方をしていますね。これがやっぱりインドラ使う上でのちょっと特徴なのかなっていう気もしました。まあ、いずれにせよこういう風に、最終着地点に結構高火力で高体力なユニット、防衛ですねがある場合にはインドラって結構、使い勝手がいいのかなっていう気がします。じゃなかったら別にドラゴンでいいような気もしますけどね。というところで、ですね、一旦関西クラクラクラブ離れて、ここからは TH コンプリートさんに残り3本見ていきたいという風に思います。はい、というところでですね、 TH コンプリートさん、まず1本目はミダゴグさんですね。殿下の宝刀っていう感じがします、この方の場合。これドラグバットっていう戦術で、ドラゴンで、序盤攻めておいてから最終、コウモリの呪文を使ってガガガッと落としていくってやつですね。これ決まるとめちゃくちゃ気持ちいいです。マジで気持ちいいんで、ぜひ試してみてほしいんですけども、まあ、どんな風に組み立てていくかっていうと、まずドラゴンを展開するための準備ですね。この相手のイーグル砲の深く、これを削っていってますけども、そうすることによって対空砲1本とイーグル砲を削っていきます。まあ、両方とも、やっぱりその、ドラゴンに対してはあんまり、よろしくない防衛なんで、それを削りながら、これウィザードでしっかりこの辺カットもしてますね。こうやってなるべく外に出るようなドラゴンの数を減らしておきながら、この面からおそらくドバッとドラゴンを出していくんじゃないかなと思います。で、この攻めができる、パターンっていうのは、まあ、基本的にドラゴンですね。やる場合っていうのは、おいしょ、すいません。相手のこの防衛援軍が今これ、クラン城ど真ん中にあるじゃないですか。こういう形で攻めていくと、キングとクイーンはここの4時から出てきましたけども、ずっと外周を歩っても、この援軍の範囲内に入んないんですよね。なんで、相手の防衛援軍がラバーハウンドとかアイスゴーレムとかだった場合には、ほら、これ援軍出てこないんですよ、こういう風に。これが非常に美味しいですね。援軍ほぼ無視で攻めれるっていう、しかもドラゴンってめちゃ強いんで、仮に援軍出てきても全然、それを突破できちゃうぐらいの火力のあるユニットです。それが、援軍いなかったらまあ止まんないって話ですね。
で、さらに、今、コウモリをこの、十字方面から追加していってますね。で、このウィストのターゲット、本当は取りたかったんですけども、ちょっとこれ取りきれずっていう感じでした。これちょっと誤算でしたね。これは、ミダゴグさんらしくない。届かないですね、ここには。で、ただまあそこにしっかりフリーズ持っていってるんで、フリーズでウィストを凍らせて潰していきながら、最終地点でドラゴンと合流する。この形ですね。さらに、アンフォールに関してはやっぱりですね、範囲攻撃の、まあ、要ですよね。なので、コウモリが当たると一瞬でこれ溶かされます。なので、そこにしっかりと、突撃艦を当てていくことによって、もうタウンフォールはきっちり壊し、仮にドラゴンが1、2体これ、タウンフォールにアプローチしても壊しきれないので、まあ、そうならないように、突撃艦を当ててしっかり壊すってことですね。で、ドラゴンの仕事範囲はここですね、ここ。ドラゴンの、あ、この辺かな？ドラゴンの仕事範囲。で、ここが、まあ、ドラゴンか。ドラゴン。で、こっちが、ロイヤルチャンピオン。で、この部分っていうのが、バット。まあ、つまりコウモリですね。で、タウンホールに関しては、突撃艦の中にイエティとスニーフゴブリンをたっぷり入れてガツンとぶつけるという感じですね。で、これ、スニーゴブ多すぎないって思うかもしれないんですけども、これはですね、早めにタウンホールを壊したいんですね。このバック、突撃艦か。がタウンホールの上に起こしていると、当然、タウンホールが起動しますよね。で、起動すると、こう攻撃してくるんですよ。めちゃくちゃとんでもない火力で、毎秒300かな。×4 ユニットに、まあ、すげえダメージなんですよ。毎秒1200って半端ないじゃないですか。で、このダメージっていうのを、なるべく早く終わりにしたい。終わりにしたいので、お釈迦にしたいって言おうと思ったり、終わりにしたいって言おうと思ったり、頭が混乱しましたが。なので、9体のスニーゴブ入れて一気に潰すんですね。そうすることによって、コウモリが、こう、タウンホール付近に来た頃にはもう、タウンホール壊れてますねっていう状態を作っておく。まあ、これが今回の、この9体の意図ですね。っていうのが、まあ、ドラグバット。で、こうしなくてもですね、ドラゴンたちのまあ火力結構すごいので、ドラゴンたちをこういう面から出してぐーっとこう走らせていく。で、それをしながらもうレイジヒールをガンガンこう当てていくっていう攻め方もまああるにはあります。どっちでもいけると思います、ね。非常にドラゴン使いやすいんで、興味のある方はこんな感じで試してみてもいいなというふうに思います。でもまあ個人的にはドラグバットが結構僕はいいですかね。なんか、全開に対するコミット感があって、なって気がします。はい。で、次、見てほしいのがこれですね。ライドラ。で、これをまあドラゴンラッシュなのかライドラなのかっていうところで迷う、ところもあるかと思うんですけども、ライドラ使う場合っていうのは、やっぱ施設が密集してるっていうのがすごく大事ですね。今回のケースで言うと、明らかにもうこの辺とか密集しますよね。ライドラのチェーンって、施設の隙間が1マスだった場合にはそこチェーンが入っていくので、あとこういうところもそうですね。これもガンガンにこの辺チェーンがババーバーって入ってくるのが見えるじゃないですか。で、こういう風になっているところっていうのはもうライドラがすごい刺さります。で、上方面ですね。これはアーチャークイーンとババリアンキングでカットします。これさっきのドラゴンと同じですね。上方面に反らしたくないんで、そっちはしっかりカットを入れていく。で、序盤にもうレイジをガンガン打って、さらにもうトーンも使い切ってますよね。使い切っていて、で、ライトニングドラゴンはタンコールにちょっと到達するかなぐらいのところで、裏から突撃艦をこう当てていきます。で、突撃艦って普通なんかトウムいるんじゃないのって思うんですけども、いらないんですね。タウンホールに到達するまでのルートはもうライトニングドラゴンが全部、もう罠をこう解除してくれてる後ですんで、トウムなしでいけちゃうんですね。でタウンホールに届いて、中に入ってる今回はバルーンライドラかな、それともライドラ入れずにバルーンだけだったかちょっと今見失いましたけども、によってしっかりタウンホールを落とすことによって星2を確実に取っていきながら、あともうライドラの火力、さらにはこの最終盤で出すロイヤルチャンピオンが結構重要で、今回ババキンに捕まっちゃったのがちょっと痛かったですけども、本当は捕まらないように出すとなおさらいいですね。こいつがライドラのチェーンによって壊しきれなかったもう半壊状態の防衛を片っ端から投げ倒していきます。やっぱねロイちゃんって防衛施設にこう1個の防衛に捕まっちゃうと結構ダメージ食らってすぐに倒れがちなんですけども、チェーンが入っているとサク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 ロイちゃんが進むんですね。まあ、その効果を利用してがっつりと、ロイちゃんで削っていくという最後の仕上げパートをやるっていう感じですね。で結構ギリギリではありましたかねこれ。フリーズ1枚残っているとはアーチャークイーンとグランドウォーデンが赤体力で、ベビドラも結構赤まで追い込まれているので、際どかったは際どかったんですけども、このまま押し切ってというところですね。ライドラやっぱ決まるとスッキリしますよね。よっしゃーみたいな感じで、すごい気持ちのいい攻めだと思います。で、ラスト
やっぱこれが今のまあ空環境結構いいかな、まあ、空じゃなくても結構これ使えるんですけども、突撃艦スパビズってやつですね。でこれどうやるかっていうと、さっきのライドラと同じでこう施設が密集してるところ、ここに突撃艦を投げ込んでいって、これインビジの呪文とレイジの呪文まとめて使っていきながら、今この丸を描いたこの部分っていうのを根こそぎ壊していきます。まあ、どんな風になるかちょっと見てもらった方が早いかなと思うんで見てもらいましょう。まずラバハウンドを当てて、しっかりと、これ遠目なんですよね。このグランドオーゼン像の真下に到達させたいんで、対空砲とかシングルインフェノの、ダメージが入っちゃうと突撃艦が起こっちゃいますから、落ちないようにラバでターゲットを取ってから満を持しての突撃艦で、これ今インビジの呪文2発目打ちましたかね、レイジ効果範囲内にインビジの呪文をどんどん落としていって、スーパービザードを、活躍させていきます。もうスパビズがこのオデンゾーがあったこのエリアから周りに向かってもガンガンこうチェーンを出していきますんで、それによってかなり広範囲にも主力防衛壊れましたよね。相手のアーチャークイーン、防衛援軍、タウンホール、インフェルノ、この辺根こそぎ壊していったという感じです。でこうなってくると、あとはこの壊れた部分を起点にこの辺ですよね、この辺をヒーローパートでカットしていきます。でカットしていったら出来上がった L 字に対して、ラバルを、まあ、どっちかでもいいんですけども、こう流していくっていう感じですね。でやっていくと全画面取れると、まあ、そんな感じの攻め方です。これ今回ラバルやってますけども、これ別にドラゴンでも大丈夫かと思いますし、なんならインドラダメなのかな。インドラって別にレイジいらないっていう点からすると、突撃艦スパビズになんかすごく相性がいいような気はしますけどね。まあ、ちょっとまだインドラを使ったことが自分はあんまないので、確かなことは言いにくいは言いにくいんですけども、なんかいける気がとてもする、うん、しますね。で、ロイヤルチャンピオンが投石機まで追って、相手のロイヤルチャンピオンをバーキンで処理するという感じですね。で、これでほぼ直線ルートが出来上がってますね。こんな感じで。こうなると非常に強いです。ちょっと少量バルーンで下側をこう回収していきながら、力は上ですね。上方面から、はい、バルーンをどん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 展開していきます。ここがやっぱ火力が、溜まるとこなんで、序盤少ないバルーンを3時側から出してこう歩かせていきながら、主力のバルーンたちをどんどんそこに追加していって、この宝石機の真上に最終バルーンが集まるような格好を作っていますね。で、グランドウォーデンエターナルトームも発動していますが、まあこれもうトームなくても全然いけちゃったレベルじゃないかなっていう気がします。非常にうまいですね。ユニットの数ほ、こそまあそんな残んなかったんですけども、攻めのもう、なんていうか全体の流れがスムーズすぎるというか、まだアーシャークイーンこの状態で、フローク残していますからね。で、バーバリアンキングも生き残っているしというところ。あともうこの感じになってくると、時間結構まあ厳しかったは厳しかったですけど、まあ割と、攻めの形的にはもう申し分ないというか、これで時間切れになったらマジで悔しいだろうなっていうぐらい綺麗なアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、このスパビズさっきも言いましたけども、ドラゴンにも使えるし、なんならディガホグにも使えるし、結構、使用できる、幅の広い、戦術というか、まあ、その、小技なので、ぜひね、最初難しいと思います。僕も2、30回練習して、やっとなんかまともに使えるようになってきましたけども、インビジのタイミング結構、体に覚えさせなきゃいけないところがあるんで、まあ、そこを乗り切ってもらえると、まあ、すごくですね、便利なテクニックだと思うんで、ぜひ試してみてもらえたらな、というふうに思います。はい、というところでどうでしたかね。今日空攻め5連発、いろんなバリエーションを、まあ、玄関今日よく使われる空攻め中心に紹介をさせてもらいました。まあ、こんな形の動画、まあ、これからも出していきますので、ぜひご視聴いただければなというふうに、まあ、これからもね思うんですけども、まあ、この動画も参考になったらぜひですね、グッドボタン、あとチャンネル登録まだの方はぜひやってもらえたらすごく嬉しく思います。というところで本日動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。